はい、こんにちは、さかなやです。今日はですね、薪ストーブトラブルです。ここのところですね、ちょっと薪ストーブおかしくなってしまって、うまく燃えないんですよ。それどんな感じかというとですね、最初はですね、直接ですね、燃えた煙が煙突に行くようにですね、してですね、温度をバーって最初上げるんですね。で、このですね、薪ストーブの側面にこの温度計がつけてありましてですね、こちらの方が大体まあ200度前後になった時にですね、その煙がですね、直接煙突の方に行かないでですね、ダンパーというものがあってですね、煙をですね、直接煙突の方に行かないようにしてですね、この中、ここら辺なんですかね、二次燃焼、三次燃焼室があるんですね。そこにキャタリックコンバスターというですね、部品がありましてですね、それが触媒なんですけども、それをですね、通って煙に通ってですね、その後三次燃焼室に行って、この煙突から煙が出てくるんですけども、おそらくそこら辺がおかしいと思うんですね。で、まずですね、状況をちょっと見ていただきたいと思います。ストーブこれつけますね。それあとですね、こんな感じなんです。ここ分かりますかね。すす、かなりね、一回燃しただけですすがついてしまうのと、あと昨日ですね、この中の状況はこんな感じなんですけども、これはですね、針葉樹で家の廃材で、乾燥もですね、非常に乾燥しているものなんですけども、ここの空気穴も全開にした状態でですね、燃え切らないんですね。おそらくですね、ここのですね、中のキャタリックコンバスターのあたりがですね、詰まっているとか、そういう状況じゃないかと思うんですね。それを調べるためにですね、今日やってみます。まずですね、一度これつけてどんな感じかというのをちょっと紹介したいと思います。ここね、ちょっとガラス、これだとちょっと見づらいので、一度ですね、ガラスをきれいにします。こちらですね、ガラスクリーナー、これ非常にいいです。これは私のですね、動画でですね、紹介しているウッドベースさんですね、埼玉県の美里町にありますウッドベースさんで販売しています。これね、勧められて購入したんですけども、非常にいい商品だと思います。やり方としてはですね、新聞の上に、これがですね、今のこのガラスクリーナーなんですけども、これをですね、新聞紙の上にですね、こういうふうに取ってですね、それでこの状態でですね、こんな感じでやると、ほら、ね、かなり落ちてきますよね。全然落ちきらない状態ですが、これで良しとしましょう。こんな感じでね、中の様子をちょっと見るために、これ今ガラスを掃除しました。じゃあ一度つけてですね、状況を見ていただきます。うちはですね、前動画にもしたんですけども、このペットの何ですかね、おしっこするマット、こちらですね、このたっぷり吸水吸収シートってやつをですね、これ猫のですね、トイレの、マットでしょうかね、これをですね、こんなぐらいの大きさに切ってですね、それでこれにです、灯油が染み込ませてあります。でこれを着火剤にしています。それでまあ小枝ですね、小枝ね、最近食べてないな、あのチョコね、たまには食べたいな。あ、今でもあるんですかね、あれ、小枝ちゃんってね、小枝か、こんな感じですね、井桁、ちょっと井桁に組んでですね、それであとこれがですね、大工さんにこれもらったんですけども、こんな感じで適当に切ります。それ性格が出ますね。それでですね、この下のアシュトレイ、灰ですねの受けると、このここのドアはですね、開けて、ここから空気を入れるようにします。あとここのですね、空気も開けておいて、横は閉めておいて、あとですね、ここですね、ここが、煙が直接上に行くのか、二次燃焼室ですね、に行くのかのダンパーなので、この上に上げておくことによって、煙がですね、直接上に行きます。この状態ですね、火をつけてみます。で、これでですね、こちらの前のドアを閉めておいて、はい、これ着火をします。今ですね、入れた木は、非常に乾燥しているものなんですけども、昨日その後ですね、このこちらがですね、家の廃材なんですね。本当にこれ何十年も経っ
ていて建ていた家の、建築材料なんですけども、ですからこれおそらくこのその家はですね、いろりとかあったと思うんですね。それでですね、ここのですね木の表面が真っ黒なんですね。そういう木をたくさんもらってですね、まあ、それもこの前ちょっと処理の仕方を動画にしたんですけども、こちらを使って最初焚き付けというか温度が上がるまでこちらを使っているんですけども、これがですね非常に乾燥してます。このね、あの材料が例えば 30% とか 40% とか 30% とかですね、水分があると、まあ、これはこれでやはり燃えない原因なんですけども、ちょっとやってみますね。そうですね、やっぱ 0.6 とかなんで全然そういう意味では乾燥は問題ないですね。でこんな状態です。今下のですねここの灰の受け皿のとこから空気がバーッと入ってるんで、非常にですね火が、燃え上がるというかそんな感じになります。そしたらこれはですねもう下は閉めちゃいます。下は閉めてもですね、直接今煙がですね上の煙突に行ってる状態なので、まあ、火の勢いは結構これでもあります。でこれでですね、こういうですね先ほどのこちらの方の薪をですね入れていきます。まあとりあえずあの状況を 見るためなので、まあ、2本にしておきます。これでですねしばらく置いてもうちょっと火が上がってきて、側面の温度がですねある程度上がった状態で暖波を閉めたいと思います。それ今ですねこんな感じでですね結構火が上がっていて、側面の温度計ここはですね、まあ、150ぐらいになってます。まあ、200度ぐらい、まあそこの温度計はですね200度ぐらいがとりあえず目安なんですけども、ではですねこちらの方の暖波を下ろしますね。そうするとですね先ほど燃えていた時はですね直接煙突のように煙がいったんですけども、暖波を下ろすことによってですね、先ほどちょっと最初に説明したですねここのですね二次燃焼室に行ってそこのですねキャタリックコンバスターというもので再度燃焼してですね煙突の方に流れるですけれども、こんな状態なんですね。いっぺんにですねこれ火がですねこういうふうに、まあ、消えてるわけじゃないんですけども弱くなっちゃうんですね。ということはですねこれキャタリックコンバスターが詰まってるか、キャタリックコンバスターはですね、寿命があるんですね、ですからこれ前交換しておそらく10年でもないけど結構経ってるので、新しく交換しなくちゃいけないかもしれません。もしくはですねキャタリックコンバスター取り出して中に詰まっているようなものがですねあればですねそれをですね何かで取り除いてしまえば、解決するんじゃないかと思います。この状態ですねこの薪ストーブの上の蓋をですね開けるわけにいけないので、これでですね火が完全に消え切ってですね、温度が冷めるまで待って、ちょっと分解をストーブのですね分解をしてみたい、ね、ではですねここの蓋を開けて、中のですねキャタリックコンバスターというものをちょっと確認してみたいと思います。まずですねこちらのものを外します。この下でですねこの下にこのバンとですねここをですね固定するネジがあるのでこれをですね外します。手でも外します。ここはですねこのようなですねネジでここの下ですね止まってます。外れましたのでではここの部分を外します。まあ、これはですね簡単にこれ持ち上げれば外れますので見てください。すごいこれすすがここに溜まってます。これならここの空間が三次燃焼室なんですけどもこれはちょっと外に出します。そしてですねこれがですね問題のキャタリックコンバスター、これはこれ見てください。ひどいすすがですねこれバッチリついてます、ね。普通ですねここはですね穴が開いていてここをですね燃えた煙がですね通るんですけども、これだけすすがついてたらダメですね。ここを掃除すれば大丈夫だと思います。とりあえずですねこういうですねこれです真鍮のブラシを使ってですねやってみます。
あとこの中ですよね。この上はね、これで取れるだろうけど、これ自体は特にまだ交換する必要はないと思います。それでこれね、箸ですね、割り箸。あ、これでも結構ですね。マットはですね、もしくはこの竹串ですねでやれば完全にこれ通りますんで、こっちの方がいいかもしれないな。これでね、仕上げに破ろうですね、かけてみます。すごい、穴もね、全部貫通してます。こんな感じで綺麗になりました。あとこちらもかなり熱くなってます。キャタリックコンバスターの方がですね、綺麗になりましたが、ここら辺ですねが、こんなようなねもの、これはすすではないんですけども、あったりですね、あとここのとこもですね、すすがだいぶついているので、ここも掃除しようかと思います。まあ、これはね、手で取れるので取って、この周りにね、石綿がですね、こういうふうにあります。このようなブラシがあるので、これでちょっと掃除をします。ここに見るとですね、わかるんですけども、ここにね、空気穴、これと同じようなですね、穴がここのですね、こちらの横にもですね、開いています。それでこれがですね、要するにこの横のですね、このダイヤルと連動していて、これでですね、ここを開けることによって空気がですね、こちらの方に入ってですね、ここで二次燃焼するという形になります。あとはですね、この中ですね、ここのとこのここもちょっと鈴が溜まっているようなので掃除をします。これでこれでですね、完成ですので部品を戻します。鈴がすごかったですね、本当にすごいびっくりしました。原因はですね、私がですね、去年サボってですね、薪を集めてなくて、今回全般にですね、かなり水分を含んでですね、薪を燃したからだと思います。これでですね、まあ、大丈夫だと思いますので、焚き付けをしてみたい、実際にですね、使用してみたいと思います。これでですね、200度ぐらいまで上がったらダンパーを下ろして確認したいと思います。今ですね、大体200度ぐらいの温度になったので、これでですね、ダンパーを下ろしてですね、今は煙突の方に直接行ってますけども、二次燃焼消費ですね、例のキャタリックコンバースターの方に送りました。掃除する前はね、ここで、ね、本当に完全に火がもう、全然立ち上がらなくなっちゃったんですけども、大体こんな感じで、同じような感じでですね、火が上がってます。まあ、これが正常ですよね。